りこたいがです。皆さんこんにちは。今回スペシャルの隣人さんのゲストが来ました。柳芋さんです。柳芋です。よろしくお願いします。ぜひ簡単の自己紹介をさせてもらっていいですか。はい。オーストリア出身で今日本でシンガーソングライターとして活動しております。およろしくお願いします。実はリスナーだったんですよそう、でもその、ゆりこちゃんと違ってそう、立派なアーティストでございます。いや立派なアーティストでございますちょうど私、そのテレビ番組マツコさんに出させていただいた時にもうちょっと音楽のことを詳しく外国人はどうと思うって検索したら柳芋さんが来てたんですよなるほど。そう、で、今回は柳芋さんのチャンネルの方に、まあ、そういう私のインタビュー、なんて言うんだろう。そうだ、まあ、ゆり子さんの経歴っていうか、なんか経歴これまでの人生とか。確かに自分のチャンネル逆にあんまりないのであんまりないので、見たい方はぜひ柳芋さんで、まだ聞いたことない話も出てくるかも。今回はせっかく柳芋さんが来ていただいて、聞いていただいてるので、日本の、音楽のことをもっと喋りたいと思います。それでは最初の質問からいきましょうか。はい。Spotify 使ってますか？使ってます。の確かです。2023年のまとめで、海外で最も再生された国内のアーティスト、楽曲っていうのがリストがあります。トップ3。まず、3番目、キックバック、米津玄師。ああ、やっぱりね。うん、それね。2、アイドル、YOASOBI。いや、さすがですね。でも意外と1位じゃないんだなって。ね、多分。一緒は？死ぬのがいいわ、藤井風。暗いやつよ。誰？実際どうなんですか？やっぱり海外で藤井風さんのこの曲人気なんですか？いや、めちゃくちゃ人気だと思いますよ。すっごい TikTok、まあ、最近何でも TikTok でもみんな聞き飽きてると思うんですけど、 TikTok でめちゃくちゃそのショート動画で流行ってたんですよ。まあ、今でも。あ、そうなんだ。そう、 TikTok めちゃくちゃルル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 昔のシティポップからインスピレーションを取って入れてるんだよね。なるほどですね。確かに。そうそう。で、海外すごいちょっとシティポップブームが後でもちょっと話そうと思うんですけど、ね、シティポップのブームが来てた、まあ、今昔ほどではないけど来てて、てその中からそのエッセンスが入ってるから、そのなんかあんまりその上がり下がりがそこまでない。うん、なるほどですね。割とずっと同じぐらいのテンポと同じぐらいの温度差みたいな、はい、へえ。だからなんかそのゆっくりして聴けるみたいな。なるほど ね。で、アイドルと、まあ、キックバックはやっぱりね、アニメの人気で人気で多分流行ってきたと思うんですよ ね。アニメの曲のイメージが強い。そうですね、イメージがすごく強い。強いと思う。この米津玄師さんはこの名前単体だと知られてるんですか、海外では？あ、でもそのに日本の音楽が好きっていう中では知ってる。知ってる。一般は知られてないと思うんですよね。曲は知ってるけど。そうです。そうそうそう。あと、あの打ち上げ花火、あ、そうだよね、ダオコさんとのコラボ、はい、あと光って咲いたっていうやつなんだけど、それがすごく海外で人気。今ごめん、ちょっと声が切れすぎてちょっと一回止まったんですよね。もっと聞きたいですよね、皆さん。いや、ぜひ Spotify とかもあるんでよかったら聞いてみてください。え、ちょっと見て。ぜひ自分で作詞作曲全部やってるので。わあ、ま、素晴らしい。シティポップブームって、まあ、最近海外で来てると思うんですけど、実際どうなんですか？あったと思うんですけど、ちゃうと思う。ヨーロッパよりはアメリカの方が、私アメリカに行った時に2年前はすっごい、ね、もうみんな普通のストアにもシティポップ書かれたんですよ。そうそうそう。でもヨーロッパって言えばアニメからそういう日本が好きな方じゃないとシティポップあんまりそこまで
なんかわからない、なんか聞いたことあるね。So fly to fly to Chinatown とか、うん、Stay with me とかはみんなほとんど知ってると思うけど、別に流行ってるとかわけではない。ちょっとあるんですよね。うん、どっちかっていうと。そうだね。アメリカはすごい人気なイメージはめっちゃあるよね。はい、そうですよ、ね。でもやっぱまあね、なんか普通の日本の音楽よりは知られてるっていう感じで。そうですよね。やっぱ TikTok のところも、ね、結構でかいんだよね。うん。ファンタジー。中原メイクさんのファンタジーっていう曲も実は TikTok で大バズりしてて、うんうん、でもどういうバズり方してるかっていうと、そのサビ前のテッ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 テレッテレッウィーンみたいなのあるんだけど、それを猫を踊ってる、うん、あ、猫のミームなそう、まあミームというかね、トレンドみたいな、あそう、あれで大バズりなるほどね。だから一番最初はみんな、あ、なんか日本のシティポップだよって多分気がつかないで聴いてると思う。なんかノリのいい曲だなみたいな。そう、ノリノリがいい曲だなだけと思ってるんですよね。そう、うん、シティポップがそもそも流行ったきっかけ、その海外ですごい勉強中に聴くようなローファイプレイリストってある。あー、あるよね、確かに。女の子が机でなんか横で座って、そう、確かに、確かに。それがね、人気なんですよね、YouTube で。24時間配信してて、はい、ずっとそういうローファイの曲流れてて、で、シティポップは結構そのローファイの感じに近いんだよね。に、はい、近いんですよね、確かに。あんまりメリハリがそんなになくて、集中しやすいみたいな曲調なんだよね。うん、で、それで多分アルゴリズム的に見てて、なるほどね、いきなり竹内まりやがバーンって流行りだして、ね、そこで、あの、その次に、あ、この曲いいじゃんってなって、次になんかいろんなシティポップの曲が出てくるのよ。そうですよね。で、それですごい広まって、人気になったわけですよ。はい、山芋さんの好きな曲はどんなジャンルで入ってるんですか？私やっぱり日本のロックが好きです。あ、ロックなんだ。やっぱ入り口がスキャンダルっていう女子高生のロックバンド。スキャンダルっぽい、ね、昔は女子高生だったけど今は普通に大人、ガールズバンド。あー、ガールズバンド自体がすごく衝撃的で。なるほどね。ヨーロッパないじゃん。確かにガールズバンドね、ヨーロッパないと思うんですよ。それが衝撃的で、曲調もかっこいいし、女の子4人でちゃんと楽器めっちゃかっこよく弾いててすごい憧れてたから。なるほどですね。それがきっかけで。へえ、面白い。じゃあ逆にゆり子さんが最初に日本の曲で知った曲って何ですか？まあアニメからですよね。ザ・ウ・コク・ナ・デ・シノ・テーゼから入ったと思うんですよ。なぜ好きな外国人全員カラオケで歌うやつ。 Why? Yes! で、あの、なぜというと、イタリアでアニメ放送された時にオープニングとエンディングが全部翻訳で、なんか違う、もう完全にアニソンじゃなくて、もうイタリアンアニソンみたいになってたから違ったんだけど、エヴァンゲリオン見てた時にエヴァンゲリオンだけが昔の90年代なのに日本語のまま放送されてたから、何これと思って、多分一番最初本当にちっちゃい時はそれだったと思う。なるほど。でもその後は私エメフロが大好きになったんですね。 J-POP の入れ方って言えば、カエラキモラとエメフロと、あと篠原ともえさんだった。なるほど。確かにオーストリアも結構ドイツ語で、まあ、日本の曲だけど歌詞がドイツ語日本訳されたりとか多かった。そうそうそう、普通だ。90年代とかは普通だったから、うんね、でも誰でも知ってるぐらいアーティストって言えば、もうちょっと例えばワンピースとかドラゴンボール歌ってた人とか、うん、あっちちょっとになるかな。アニメ関係なくやったらキャリーパミュパミュ。あー、確かに。キャリーパミュパミュと、あとベビーメタルめっちゃ人気だね。人気。確かに今ね、ちょっと忘れてたんですけど、そうアニメ関係ずに日本のアーティストは知られてるのはベビーメタルとキャリーパミュパミュ。面白いね。キャリーパミュもめちゃくちゃポップじゃないですか。その格好もそうだし、ミュージックビデオもちょっと不気味だし。そうですよね。なんかそれがすごいよね、みんな。何笑ってんだよ。不気味なんですね。いや、なんかだって頭が回ってるから。あれ可愛いって言われてたんですか？いや、口からいろいろ出てくるんですよ。ちょっと気持ち悪いですよ、ミュージックビデオ。あ、そうだね。見返してみてください。キモカワだな。キモカワですよ。キモカワだから、面白かった。みんなその、ね、リアクションちゃん見たらみんな。
ね、だよね、みたいな。何これ 今は多分逆にちょっと普通の方、まあ、ビリー・アイリッシュとか、そう、なんかもう今普通に合ってるんですけど、10年前って考えると、うん、何これってみたいな感じだったんですよね。ポンポンポンってもう15年とか、ね、もう15年前。ヘビーメタルもすごいよね、インパクトが。そう。あと、まあ、メタルが好きな方は、マキシウム・ザ・ホルモンはみんな知ってる。確かに確かに。みんな知ってるんですよね、ほとんどは。うん、まあ、ワンオクロックもね、その音がもう海外ですからね。そうだよね。最近、あ、ワンオケロックって、確かにたまに、お父さんだったかな、聞いてて、これ、日本人なのって聞かれたの。なんか、英語の教育、ね。そう、英語上手すぎて、アメリカ人だと思われてた人が多かったんです。うん、確かに。確かにね、今言ったキャリーパンタイムさん、ロックさんとかも有名ですけど、日本でじゃあ逆にこんなに有名なのに海外ではっていうアーティストも結構いるんですけど、安室奈美恵さん、はい、浜崎あゆみさんっていうすごくブームがあったんですけれど、はい、こちらが海外ではどうでした？知られてない、全く知られてないと思います。私は知ってたんですけど、コアな人じゃない。コアな、そう、コア、コアな、そう。でもなんか、なんで知られてないのかって心当たりぐらいはあるんですけど、あの時代ってさ、まだインターネットもそこまでって感じだったし、あと日本の音楽市場がもう元で言うと世界2位なんですよ。なんかアメリカの次一番大きいんですよ。そうだね。だから海外まで行かなくてもちゃんと利益が出るのよ。そうですね、当時はすごかったです、その日本の売り上げっていうのは。そうそう、だから海外まで行かなくてもいいんだよね。だから別に海外まで行くって努力もお金もかかるし時間もかかるし、まあ、成功するかどうか分かんないしリスクもあるっていうことだから、あんまりその海外のマーケティングをやってこなかったわけ。やってなかったよ。そう、やってなかった。今でもそこまでやってない。あのね、なんか動画 YouTube であってもブロックされてたんですよ、イタリアに。チェックされる。日本にしか見れない。なんで？そう。なんでやで？ブロックなんでって。で、CD を買いたいでも、海外に出発する。なんで？そう。な、すごい、もう日本がすっごい時代に遅れてる、それは。10年間ぐらい遅れてる。遅れてたんで、私もスキャンダル、なんかインターネットもあったんだけど、ね、英語の情報も全くなかったし、もう、CD も買えなくて、Amazon でしか買えないし、すごい高い値段で輸入しないといけないみたいな状況だったから、まだ買えた方ではあるけど、もう全然無理だった。で、今2人おっしゃってるのは多分00年代ぐらいの話なんで。そうですよね。でもなんか、90年代になると、2010年までは結構無理だった。90年代の日本の音楽っていうのも全く海外に出ていなかったってことですね、そうですよ、出てないと思う。さっきね、ゆりこさんも話してくれたけど、多分その当時のアニメとかは曲が変わってたんでしょうね。そうです。あ、そうね。そういう理由もあって、じゃあ。だってポケモンの曲も全然違うもんね、うん、とそう。ポケモンガラカチュモンみたいな。そう。ゴナカチュモン、ポケモン、ゴタカチュモン、ポケモンってみたいな、もうずっとこれだけで、日本の音楽じゃないなって。そうそうそう。で、急にイタリア語が入ってきて、何これって思って。そうで、初めてあのリアルのポケモンのファーストオープン聞いた時に、えっていうかポケモンじゃなくてポケットモンスターだからね。そうだよ、それもね、日本に来てから知ったの。ポケモンじゃなくてポケットモンスター、モンスターって何みたいな。モンスターの感覚ないよね。さっきワンオクロックの話があったんですけれど、バンド、日本のバンドってどうですか？海外で有名なバンドってあります？昔はビジュアル系が人気だったと思う。あー、アンカフェでガッツエット、ディーレン・グレイ。ディーレン・グレイはね、イタリアに見たことあるんですよ。2012年までは人気あった。ちょうど私は日本に来た時に、あれもう人気ないんだって、なんか向こうから日本にも人気なくなっちゃって、で、そこから多分 K-POP の方がバーって人気になったと思う。でも覚えてるわ、そのオーストリアで、なんか雑誌、なんかその若者がよく買う雑誌みたいなのあったんだけど、うん、その中にアンカフェだって入ってたの。そうなんだ。あれバンドが入ってて、あの、まあ、ポスターとかも入ってたりして、すごい。当時はなんか全然聞いてなかったし、うん、でもなんかすごい個性的なバンドおるなみたいな、そのビジュアル的にね、うん、それがすごい覚えてるな。そう、昔確かにビジュアル系ですごい流行ってたんですけど、うん、ちょうどビジュアル系が人気なくなっちゃって、全然ロックが早まらなかった時期がもう10年間ぐらいだったと思うんですよね。そうだね。で、最近があの
キックバックとかそういうアニメのおかげでワンオーケーロックとかマキシマム・ザ・ホルモンとかね。でマキシマム・ザ・ホルモンは割と人気なんですね。そうですね、ずっと人気、うん、なんかなぜというとアニメのことわからなくてもメタルとかもザ・ロックバンドとして認めているみたい。そう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 、まあ、正直あれ日本人が聞いても歌詞は何言ってるかわからない。わかんない、ね、まあ、海外の人と同じ感覚で聞いてるかもしれない。そうですよね。そうそうそう。そういうことです。そういうことです。例えば、なんでビジュアル系とかにも流行ってたのは、東京ホテル。ああ人気だったから。ドイツのね。そう、ドイツ。東京ホテル。ホテルっていうバンドがあるんですよ。そう。初めて彼がビジュアル系っぽかったんですよね。海外のバンドです。そう、海外のバンド、ドイツのバンドは、それは人気になってからビジュアル系も流行ってきたんですよ。そうそう。うわ、そういう流れは、そういう流れあった。なんか急にビジュアル系入ったとかじゃなくて、東京ホテルがすごかったと思う。うわぁ、青春だ。そうだね、青春だよね。いいな、私もドイツ生まれたかったな。めっちゃラジオでかかってたもん。私最初女の子だと思ってたんだよね。私も一番最初みんな女の子だと思ってたと思う。そうそうそう、だってビジュアル系とかもそうだった。なるほど。2000年にヨーロッパでそういうドイツの ビジュアル系っぽいバンドのブームがあって、 それが人気になってから彼らたちのスタイルとかそのファッションのことに関しては質問とかされててビジュアル系が好きだよっていう初、うん、もうそれ言ってからビジュアル系人気になったと思う。なるほど。それで受けてくれたと。90年代流行った日本のビジュアル系ロックバンドに影響されたドイツのバンドが、ね、そうそう、関西言うとそうです。名前は東京ホテルだからね。そう、東京ホテルだからね。そうだね。そうなった時に当時まだ活動してたディル・アングレイとかがちょっと注目されたそ。そうです、うん、完全にそうなんですよね。じゃあ一番ビジュアル系が流行ってた当時のラルク・アンシェルとかグレーとかルナシーとかの世代がだから知られてないってことなんですね。そうですよね、基本的は。なんかすごく東京ホテル、そうだよ、東京ホテル、すごくコアな人じゃないと多分普通にあのルナシーとかイッツジャパンアーシュナルなかったと、ヨーロッパでね、うん、ということで今日は日本の音楽、2人の外国人を話してみたんでーす。どうですか、楽しかったですか？いや楽しかったです。初、ね、めましてなのにこんなに話してもいいかなって。そうですね、今日から初めましてなんですよ。初めまして、初対面。初対面、すごい悪いイメージつけたかもしれない。いやいやいや、何こいつみたいな。全然よかったらニャナイモさんの、そうだね、アーティストの活動もしてるから、もっとね音楽とかのことを知りたいとか、あとまあニャナイモさんの素敵な声を聞きたいであれば、ぜひニャナイモちゃんの登録もしてください。お願いします。はい、またよろしくお願いします。え、ちょっと待って、オーストリアでアリベデルシグッドバイって何ですか？オーストリアもね、意外とチャオとか言うてるで。なんでやで。なんかチュースとかがいいかな。チュース、え、かわいい。チュース聞いたことあるな、これ。チュース